ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールドは F86 セーバーコックピット内部編です。コックピットの説明をする前に F86 の歴史を少し紐解いていきたいと思います。まだ日本との激烈な戦闘を繰り広げていた1944年、ノースアメリカンが陸海軍からジェット戦闘機の開発を指示されます。海軍は空母から発艦できるジェット戦闘機として XFJ1、 陸軍は XP86 として発注します。当時の設計は翼が直線翼で平凡な性能で満足できるものではなかったんですが、1945年6月にドイツの降伏により後退翼に関する実験データを入手することができ、設計を改め XP86 の進路を決定的なものにしました。日本が降伏し世界大戦が終結し平和な時代が訪れましたが、それも長くは続きません。1950年、突如北朝鮮軍が38度線を越えて韓国に侵攻を開始します。当初アメリカを中心とする国連軍は脆弱な航空戦力の北朝鮮軍に対し F80 シューティングスターのジェット戦闘機はもちろん P51 などのレシプロ戦闘機でも活躍できたが、ソビエト連邦の支援を受けた中国義勇軍の MiG-15 が参戦することにより状況が一変します。 F80 シューティングスターではMiG-15 に対抗することは難しいと判断したアメリカ空軍は1950年12月に F-86 を投入し、朝鮮半島上空にて史上初の交代翼ジェット戦闘機同士の空中戦が行われました。日本の航空自衛隊でも極光の愛称で親しまれ、日本の空を守りました。ブルーインパルスの初代機体として1964年の東京オリンピックでは大空に五輪のマークを描き、時には怪獣との激闘も繰り広げました。今回からの F86 シリーズは宿敵ミグとの空中戦を勝ち抜くための操作方法を説明したいと思います。まずコックピット内の説明ですが、ちょっと待った、これからはエースパイロットのミー君が説明するよ。エースパイロットってお前何機撃墜したんだよ。いっぱい撃墜したからもう数なんか覚えてないよ。もううるさい、おっさんは早くあっち行って。お前も中身はおっさんだろう。コックピットに座るとこんな感じです。すでに動画で配信している TF-51D や P-47 に比べるとそんなに研究類は多くありません。それほど年代が進んでないのでむしろ分かりやすいかもしれませんね。それではコックピット正面から説明するよ。まず上からジギコンパス、次に A4 照準装置、ミサイルコントロールパネル、マニュアルピップコントロール装置で安全に爆撃するためのコントロールユニットです。次がミー君、ずいぶん雑な説明だね。ああ、また出てきたな、このお邪魔虫。いいの、ここら辺の装置は後で詳しく説明すると思うから。続いてインストルメントパネルの説明をするよ。左上から緊急燃料スイッチ、油圧系と油圧系セレクタースイッチでセレクターで選択した油圧を表示します。こちらの油圧は主に操縦系の油圧の表示です。加速度計、火災警告テストボタンと火災警告灯で、上の赤色はエンジン前方での火災、下の琥珀色はエンジン後方での火災を示しています。エンジン油圧系、着陸装置緊急アップボタン、マッハ系、値は 0.5 から 1.5 までの刻みになります。待機速度計は100ノット単位で、最大許容待機速度は
600ノットで時速1111キロになります。方向指示器と上のボタンが方向指示器、高速スレーブボタン、姿勢指示器、LABS ダイブアンドロールインジケーターで、上のスイッチ類は LABS スイッチパネルです。タコメーター、イカじゃなくてタコだよ。くだらねえ親父ギャグかよ。着陸装置アップダウン、無線コンパスインジケーター、航路計、旋回計、昇降計、燃料流量計、排気温度 EGT ゲージ、電圧計、電流計と発電機警告灯、時計、キャビン圧力高度計、燃料ゲージ、兵器パネル、黄色いハンドルがキャノピーを手動で開閉するためのキャノピーデクラッチハンドルで、赤い方が着陸装置緊急リリースハンドル、緊急投棄ハンドル、キャノピー開閉スイッチ、左前方コンソールにはギアポジションインジケーター、氷結防止コントロールおよび着陸タクシーライトスイッチがあります。増装制御盤、酸素レギュレーターパネル、エンジンスロットル、フラップレバー、機関銃コントロールパネル、フロントガラス防氷レバー、フロントガラス防氷加熱警告灯、サーキットブレーカーパネル、左後部コンソールにはピッチ、ロール、用の三軸トリム装置やコックピット圧力制御スイッチ、コックピット気温制御レオスタットなどがあります。ロケットインターバロメーター。それでは次に操縦桿についているボタンの説明をします。爆弾ロケットリリースボタン、銃とミサイルのトリガー、レーダーターゲットセレクターボタン、ノーズホイールステアリングボタン、ノーマルトリムスイッチ、キャノピー緊急投棄ハンドル、左前方コンソールにはエンジンマスタースイッチや発電機スイッチ、バッテリースタータースイッチなどエンジン関係やライトセレクタースイッチなどの調光系スイッチがあります。緊急オーバーライトハンドル、室内灯制御盤、サイト地上試験プラグ、ラジオコンパスコントロールパネル、UHF コマンドラジオコントロールパネル、IFF コントロールパネル、カメラパネル、サーキットブレーカーパネル。コックピット編はいかがでしたでしょうか。説明してもなんじゃらほいって機能があるから、あとは部下のモッキーにしっかり説明させるね。え、俺？次回はエンジン始動とタキシング、テイクオフまで説明していきたいと思います。またこの F86 シリーズ以外にも順次コンテンツを増やしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。兄くんが可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。そんなこと言うとまた低評価が増えるだろう。じゃあ次回も頑張って作っていきますので、みんな見てね。